ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。今回はサバイバル実況パート12となります。前回の続きからやっていきましょう。やっていくぜ。今回は土曜日配信だから少し編集に余裕があるんだな。そうそう。ヒーヒー言いながら頑張ってるよ。ご苦労だぜ。お、ちょい待った。なんか道が少し変わったような。あ、そうだった。裏蔵でこんなものを作ってみたよ。街灯か。確かこの街灯は建築動画でよく見るやつだな。そうそれそれ。で前回はこの燃料不要の10連かまどを作ったんだよな。せやせや。で使うときはこのレバーを引いて、トロッコをちょいと押すともう使えるよ。それと前回カーペットがホッパーで詰まるところも修正したので、これで完全体になったよ。完全体って、化け物扱いになってて草。でも化け物みたいに焼くスピード速いから、化け物っちゃあ化け物か。だね。これでかまど待ちストレスも解消されました。おーおーおお。統合板のような燃料が燃やすところのスロットに入ることもないので、その点も大丈夫そうだよ。なるほどな。なのでこれで焼きたいものがあれば、真ん中のチェストにぶち込めば勝手に焼けていくよ。これマジで最強だ。でこれが常に稼働しているとトロッコ音とピストン音がうるさいので、使わないときはレバーを戻します。なるほどな。よいしょ。こんな感じでピタッとトロッコが止まってくれるよ。と、まあこれが前回のおさらいだな。だね。で今回の内容なんだけど、確か前回の終わり際にあれを作るって言ってたな。そうそう。そのあれはどこで？まさか。お、わかったようだね。まさか土のタワーはそのためだったのか。正解。視聴者の皆さんの中に、ん？って思っている方もいらっしゃると思いますので、霊夢が教えてくれるよ。そこまで言ってはいかい。まあこの土のタワーは何であるかなんだけど、簡単に言えばただの目印で、この土のタワーの内側に意味があって、この内側のエリアをスポーンチャンクって言うんだよ。うむうむ。でそのスポーンチャンクは初期スポーン地点からこんな感じの範囲で、その範囲内の時間はどこに行っても動き続けているんだよ。と、まあそんな感じで、簡単に言うと、ここに装置系を作ればいつでも稼働するってわけさ。最後の美味しいところだけ取っていくんじゃないよ。わりわり。どうしてもそこだけ言いたくてな。てかここも綺麗に整地したんだな。裏蔵でせっせこ頑張りましたよ。ご苦労だ。そしてまた拉致られた村人さん。ちっちっち。どうせまた自ら立候補したとか言うんだろ。マリサ君よく知っているじゃないの。ああそうだよ。拉致ってるってことをな。ってことでアイアンゴーレムトラップを作っていきます。マリサ君の言っていることはよくわからないけどね。もういいからとっとと始めやがれ。へいへい。今回作るアイアンゴーレムトラップは、以前風作が紹介したものになりますので、詳しい作り方については概要欄にリンクを貼っておきます。とんでもない効率だから作った方がいいぞ。だね。で足りないものもあるけど、ざっとはこのチェストに集めておいたよ。了解だ。しかし、やっと、鉄が無限になるんだな。いやいやまだパート12なんだから序盤でしょ。なんならもう少し鉄のありがたみを知ってた方がいいのに。まあ確かにそうだがな。てかもう建築始まっちゃってるし。あたぼーでしょ。どんどん作っていくよ。へいへい。まずは地面から3マス以上開けたところに、縦10を、横8の床を作っていくよ。ほーおい。こんな感じだね。うむうむ。確かこの横8は1つの水が流れるマスのサイズと同じにしていて、縦15はゴーレムが湧く条件から決まっているんだよな。確かそんなことを風卓が言っていたね。なんか村人を中心に湧く範囲が決まっているらしく、その条件から湧き層を算出してるとかなんとか。なるほどそういうことか。いやいやいやマリサ君では理解できないでしょうが。悔しいがそうだな。まあそのために地面から3マス以上開けているんだろうね。なるほど、3マス開けなかったらその辺の地面にもゴーレムが湧くってことか。そうそう、そういうこと。で、チェストを作って鉄が集まるところを作っていくよ。ほいほい。確かこのチェストに向けては地層の横にホッパーを置いていくんだよな。だね。またこのホッパーがたくさんいるから、裏蔵で必死に集めて作ったんだよ。まあそんな鉄不足もこれが完成してしまえばおさらばだよ。まあね。ではホッパーをチェストに向けて繋げていきましょう。確かこの側面に全部つけるんだよな。そうそう。このホッパーに向かって生成されて鉄が集まってくるからね。あ、あいにくの雨だな。だね。しかしまあ、この雨雲も本当にリアルだよな。すごいよね。しかも前にもあったけど雷も相当リアルだしね。なんだ。ってか次に置く予定の塀がないようだが、今から掘りまーす。だと思ったぜ。ってことでちゃちゃっとゲットして塀を作ってきたので、次にホッパーの斜め上に2段の壁を作っていくよ。了解だ。てかそろそろ寝た方がいいんじゃないか？確かに暗くて視聴者さんも見づらくなってきてるからね。そうだぞ。おやすん。
はようございます。おはあ。おお、なんだか神秘的な光景だな。朝日が差しているね。おお、綺麗な虹がかかっているぞ。この影モッドは雨の後は虹がかかるようになっているんだね。本当にいろいろリアルに再現されてある影モッドだ。ね、なんか虹を見るとウキウキなるよな。いや、それは虹を見たからではなくて、マリサ君はお猿さんだからウキウキってなってしまうんだよ。誰が猿じゃい。あ、ごめん、口が滑っちゃいました。いや、ワイのどこが猿なんや。どう見ても美人なフェイスやないか。へいへい、わかったわかった。そんなことよりアイアンゴーレムトラップを作るよ。ふ。ではなんやかんやあるうちに周りを塀で囲って、壁の上にも塀を置いて脇つぶしをしたよ。で、壁に看板をつけていったところだよ。ああ、やっと追いついたぞ。ご苦労であった。で、次に壁にマグマを置いていくんだよな。そうそう。でも今マグマを持っていないので、これから取りに行ってくるよ。まあ、ネザー価値か牢獄にでも行くといいぞ。そうだね。ではマグマを入れてやんやかんやしたところまで、飛ばしていくよ。繰り返しにはなりますが、詳しい作り方については、概要欄のリンクからご覧ください。丁寧に解説しているので見てね。では次は真っ暗な中で奴を捕まえていくよ。ああ、ゾンビね。さあ、トロッコにお乗りなさい。あいつうまくかわしてくるようだな。あら、ニュータイプだぞ。さすがニュータイプだね。うわ、こいつマジでうまくかわすね。こりゃ厄介者だ。やっと乗ったよ。長い格闘だったな。うん。では次にデスポーンしないように名前をつけておくよ。で、次にとりあえず燃えないように屋根を作っておくよ。いいから早く寝てくれー。へいへい、お待たせしました。おやすん。ではゾンビの待機場所までのルートを作ったので、早速入れていくよ。了解だ。おや、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 おや。素直にレールを繋げていればよかったのに。つい悪い癖が出てしまってね。いやー、なかなかしぶといな。よし、乗ったんじゃ。やばい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 。もう行ってしまえ。頼む、死なないでくれ。消化完了だな。ふぅー、危なかった。でも思ったんだが、トロッコのまま入れてしまって大丈夫なのか？確かあの動画では直立の状態だったような。まあこれでやってみて稼働するか試してみよう。いろいろ試してみるのもいいでしょ。まあ確かにな。トロッコのままだと楽だしな。では次に立候補者たちをトラップに入れていくよ。あー、村人さんが、お前のことは一生忘れないぞ。ちょくちょく遊びに来るからな。レッツゴー。あ、ギリギリで止まっちゃったようだね。まあでもまだ水を張っていないから、万が一落ちてもセーフだよ。まあそうだが、この状況からどうするんだ？とりあえず引き戻すのは無理だから、ゴリ押ししてみるしかないのかな？まあそれしかなさそうだな。こっちの方が高さあって、1マス隙間があるから、なんとかいけるんじゃないかと希望的観測。出た、希望的観測。では。どやー。おー。無事にベッドの上に乗れたようだな。なんとかね。残りのベッドの上にも村人さんを運んでくればここは完成だよ。了解だ。無事村人さんたちをベッドまで届けてくれ。ほい。では無事に村人さんの配置が済みましたので、湧き槽に水を流していくよ。ここまで来ればもう完成だな。だね。確かこの特性に向かって水を流すと、水が貫通して下に垂れ流しになってしまうから、床のブロックに向かって流すんだよな。正解。それを端までやっていくよ。はい、終わりー。ではついに最後の工程だな。しかもちょうど夜になってきてタイミングバッチリだ。そうだね。ではもうここには登ってくることはないので、土の階段を撤去するよ。無事動くといいがな。多分間違ってはいないから大丈夫だとは思うけど、やっぱり気になるのがゾンビをトロッコに乗せたままってところだね。確かにな。あの状態でも村人さんがゾンビと認識して、パニックになってくれるといいんだが。だね。では最後にゾンビのところまで登って、村人さんとゾンビの間に壁を作り、村人さんをベッドで寝させていくよ。まだ壁がないけどすでに寝ている人もいるがな。あれは相当強いメンタルを持ているんだろうよ。それか単なるトンチンカンかだね。校舎に一丁。まあそうだよね。で、大体壁はハーフブロックから高さ3マス、横3マスぐらいで十分です。ガラスのところはなくても大丈夫だからな。ではこの状態で寝るのを待ちましょう。ほい。なかなか寝ないな。まあもう少し待ってみましょう。では3人とも寝ましたので、壁を撤去してきましょう。これで再び村人さんはパニックになって、ゴーレムが湧いてくるんだよな。だね。ちなみにですが、ちゃんと村人さんがベッドで寝ないと、いくらパニックになっててもゴーレムは湧かないので注意しましょう。だんだ。敵
かまだ壊してなかったのかよ。ごめんごめん、気を抜いたら落ちてしまってね。ったく。よし、これで壁がなくなったので、村人さんがゾンビに気づき起きて、パニックになるんだけど、なんかなかなか起きてくれないな。やっぱりゾンビをトロッコに乗せたままにしたのが原因なんじゃないか？やっぱりあれがダメだったのか。まあでももう少し様子を見てみましょう。了解だ。わかないかなー、わかないかなー、わかないかなー。あれから朝になってしまいました。お、あれは、まさか。ちゃんとゴーレムが湧いたー。とりあえず一安心だな。もしかしたらゾンビパニックで起きなくても、普通の気象でも大丈夫なのかもな。で、その後にゾンビの存在に気づくパニックに的な？そうかもしれないね。いやー、無事完成してよかったよ。ちゃんとチェストにも格納してあるからオーケーだな。そして冒頭にも言いましたが、ここはスポーンチャンクなので常に稼働し続けます。もうあとは好きなことしながらふと来ると溜まっているってことだな。そうだね。でもこれでゾンビをトロッコのまま入れても稼働することがわかったね。だな。なんならトロッコのままの方が入れるの楽だから、そのまま入れた方がいいかもな。そうだね。でも余裕がある方はゾンビを引きつけながら、ゾンビの待機場所に入れても OK だよ。ではもう一度湧くところ見てみましょう。ほい。お、立った。相変わらず効率がいいな。しかも常に稼働するんだからまた統合版の時のように。いやそれ以上に、鉄が使えないぐらい余るな。まあそうなるけど、余っているぐらいがちょうどいいんだよ。まあな。ってことで今回はアイアンゴーレムトラップオフフローでした。ご視聴ありがとうございました。ありがとだぜ。重ねてにはなりますが、このゴーレムトラップの詳しい作り方は、概要欄にリンクを貼っておりますので、そちらからぜひご覧ください。マジで効率いいからな。まあね。もちろんいろんなやり方がありますので参考までにということで。そしてこのサバイバル実況は、毎週月曜日の18時に配信しておりますので回もぜひご覧ください。少しでも面白かった人はチャンネル登録もよろしくだぜ。それではまた次の動画で。バイバーイ。バーイ。